天見群島。天見群島は、南西諸島の内札南諸島南部にある、島諸群である。鹿児島県天見市及び、大島郡の区域を言う。天見群島が正式名称となっているが、未統一だった頃の天見諸島が用いられることもある。長さ約2 0 0トル、面積約1 2 5 0トル、人口約12万人。全域が亜熱帯気候に属し、固有種を含めて、 珍しい生き物も多数生息する。初めて文献上に現れたのは、日本初期で、斉明天皇三年、657年上に、海三島とある。682年に、天谷人七714年には、俗日本気に、天見との表記がある。名称の由来については、今なお不明な点が多い。伝承では、琉球王国の創世神話に登場する。 天見清、天見子、天や衆と女神に由来するとされる。ただし、琉球王国の神話や天見清の起源は、文献上10世紀から13世紀の間までしか、遡れず、7世紀には、日本列島の中央政権にその名称と存在が、知られていたこととは、時間的な開きが生じていい。また、天見清の名称使用自体が、沖縄本島周辺に限られており、 甘美群島では、テルクミの名称で伝わっている、沖縄本島に隣接する与論島では、甘み清。カケロマ島の路の伝承では、甘み清がわんだけに神を降りしたとされている。これらのことを含めて、甘み清とは甘美そのものを指し、琉球王国の成立には、甘美勢力の南下、または甘美を経由した、本土勢力が深く関わっていたのではないかと指摘する、研究者もいる。 甘み宮降臨の地とされるアマンデー、ア甘んで、甘み学、海見タケも、その立地条件や甘み群島北部には希少な、歌木的存在であり、それらが、琉球王国の聖地とされる、最上温竹と告示しているため、琉球領時代に持ち込まれた伝承とも言われている。長らく、甘み諸島、甘み群島と二通りの故障があり、国土地理院は前者を、 恒令や海上保安庁海洋情報部は校舎を用いてきたが、2010年2月15日に国土地理院と海上保安庁海洋情報部によって構成される地名等の統一に関する連絡協議会は、奄美群島を決定地名に採用した。なお、海上保安庁作成の水路寿司においては、徳之島の西方 65km に位置する伊王鳥島、 沖縄県島尻郡久米島町は、奄美群島に分類されている、国土地理院では、奄美群島に含めない。奄美群島の文化は、鹿児島県の大隅諸島以北に比べると、沖縄県に近く同じ琉球文化圏にも属している。奄美大島から与論島に、南下するに従って、琉球文化の色彩が濃くなっていく。ただし、奄美群島に伝わる風習の中には、 沖縄県とも本土とも異なる奄美独自のものや、沖縄県より本土に近いものも少なからずあり、方言にも昔の大和言葉の発音などが残っている。方言は、琉球語、琉球方言のうち、奄美方言と沖の選ぶ世論沖縄北部諸法言との一部が話されている。奄美方言は、機海島方言、奄美大島北部方言、奄美大島南部方言、 徳之島方言、沖の選ぶ世論沖縄北部諸方言とは、沖の選ぶ島方言、世論島方言とに分類される。言語学的な分類とは別に、奄美群島では、統一的に奄美方言と表現することがある。日本語の新方言については、全体として、標準語をベースにしつつ、鹿児島県所属としての殺遇方言の影響、さらに、関西弁の影響をも見られ、 沖縄県の新方言、内縄山戸口とは違うものになってる。また、奄美群島の場合、当初ごとに新方言が発達する傾向にある。ただし、相互の影響はある。三味線と知人を使って歌われる、島唄、八月踊りなどの伝統行事に伴う、踊り、稲作を中心とした年間サイクルで行われる、伝統行事、夏正月の荒、節、柴刺し、どんがなど、 琉球とも、薩摩とも異なる文化である。奄美群島の食文化、奄美料理は、歴史的経緯から沖縄料理、薩摩料理との共通点が多い。名物料理としては、鶏飯、油そうめん、鉄味噌を使った、ちまめ味噌などがあり、奄美黒糖上中、みきが、チャまなどが名産品として知られる。大学、短期大学といった、高等教育機関は、 存在しない。奄美大島では2004年度より、鹿児島大学法文学部の大学院が、サテライト教室を、奄美市中央公民館、金久地区文館3階にて開校している。鹿児島大学大学院により教授が派遣され、集中講義形式、一部はインターネットによる中継画像で授業が行われている。事務員を一名同館3階事務室に常駐させている。 詳細は、天見市役所で聞ける。大学卒であれば、科目通り修正になることができ、鹿児島大学の大学院の単位を取得できる。また、徳之島でも2007年度から開校され、徳之島町加滅の障害学習センターに手授業が行われている。こちらは初年度は、天見大島からのインターネットの中継画像による授業が多かったが、2008年度からは、 僕の島で開校される授業が増え、どちらの島で開校するかは科目ごとの受講生の人数による。ただし2007年度までは、文部科学省の女性があったために受講可能な科目数が多かったが、2008年度からは、それがなくなったために、サライト教室で受講可能な科目は大幅に減ってしまった。科目は、ア見根差した講座が提示されており、受講生は、 それぞれの島の社会人であるため、授業風景は、教授が一方的に講義するよりも、教授と学生との双方向のやりとりが盛んで、わきあやいとしている。このサテライト教室から、鹿児島大学大学院に進んだ生徒が3名いる、2006年度、現在。過去には1891年から1894年に、かけて設置されていた鹿児島市販。 学校教員養成講習家分教場や、米軍占領統治下の1952年から1953年にかけて設置されていた琉球大学大島文校が存在した。高校卒業後の専門学校としては、奄美市なぜに、奄美看護福祉専門学校と奄美情報、処理専門学校がある。テレビ放送、AM 放送の中継局は設置されている。 FM 放送は NHK の中継局とコミュニティ放送局の D。ウェーブのみで鹿児島県を対象地域とする FM 鹿児島は聴取不可能。地域の新聞社として南海日日新聞と奄美新聞がある。全国紙、西日本新聞、ブロック紙においても新聞社によるが鹿児島県、宮崎県、さらには熊本県などのテレビ面を載せることがある。 なお全国市、県域地方市2市については、現在も、本土、南日本のみ、鹿児島市、他福岡市か、北九州市から空輸か、船便での輸送が必要である、都合で、長官の配達は早いところでも昼前後、ところによっては夕方、本土で、夕刊が配達される時間か、翌朝になることもある。そのため、産経新聞を除く、鹿児島県向けの新聞には、 発行日当日と翌日、新聞休館日は翌々日も、の鹿児島県のテレビ番組表も収録されている。また、沖縄県の3局を主張できる地域もあり、南日本新聞長官、奄美地域では、勇刊は配達されていなかったが2009年2月に、勇刊は、配管の第2テレビページに、沖縄の3局の翌日、新聞休館日は翌々日も、 の番組表を載せている奄美のローカル新聞にも掲載楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。